一般人の滑らない話。ということでね、僕たちね、吉本の若手芸人ということで、滑らない話なんか持ってるだろうと。今回はね、一般人さんに滑らない話披露してもらいます。よろしくお願いします。はい、ということでじゃあ早速、一般人さん、どうぞお願いします。はい、どうも一般人でーす。あのですね、自分もあの劇場でライブやってるんですよね。無限大とか、あと新宿のレフカダーとかでね、でレッスンっていうのはねやっぱりありまして、ライブね、そう、無限大レッスンっていうのがあるんですよ、はい、でそれでトライアルレッスンで、それに終わった後にやっぱりね、ダメ出しっていうのがあるんですよ、はい、ここが悪かった、あそこが悪かったっていうね、うん、で、一回ね、作家さん、名前はちょっと言えないんですけど、あ、当たり前ですね、ちょっとです当たり前ですね、これ言って後から言われたら俺、作家さん見てないことを祈るんですけど、大丈夫、当たり前ですけど、まあ、それはやっぱり見てたらやばいよね、まあ、大丈夫、まあ、大丈夫かな、大丈夫ね、まあね、ある作家さんがいたんですよ、で、その作家さんね、その時用事があってネタを見に来れなかったんですよね、調子悪かったか風邪かなんかで、なるほどね、でビデオを見て後でダメ出しをやるっていうパターンだったんですよ、で普通にビデオカメラに向かってこう、ネタとかこうやりますね、やりまして、あーどうも一般人でーす的な感じ のネタをやりました。面白くないやつね、いや、それね、で、そういう、それやったかどうかは分かんないんですけど、で、そのネタが終わって、で、後日、後でね、後からダメだ、本当は終わった直後にダメ出してあるんですけど、たまたまその作家さんがいなかったんで、そのまた別日に、はいはいはい、ダメ出し日を設けてやるってことになりまして、はいはい、でね、私ね、なんとね、茨城から東京まで通ってるんですね、片道2500円ぐらいかかるんで、OHK も5000円投資してきてるわけなんですけど、でそのダメ出しを受けるためにわざわざ茨城から東京に来たんですよ、そうダメ出しだけのために、で、あ、どうも、あ、一般人ですって、でダメ出し なんか言われるのかなと思って行ったんですけど、あ、大丈夫、君には何も言うことないからってこの一言で返されたわけなんですけど、でただその一言を聞くためになんと茨城からね5000円かけてきた俺は何なんだっていう感じでしょぼしょぼ帰りましたという滑ったかもしれない話ですね。以上です。バイバイ。これ精神は動いてる、動いてるよねこれね、え、このままでいいの、え、動いてるよね、え、このままこのままなの、いいんじゃない、もう止めていいんじゃない、いいよね、いいよね、早く誰か止めてくれよ、俺止めちゃうぞ、俺でいいのか、止めちゃうぞ、止めちゃうぞ、止めるぞ、本当に止めるぞ、どうすんだよ、え、終わったよ、終わった、終わり終わり、もうダダ滑りじゃねえか。どうも一般人でした。早く止めて。何何、納得しない。納得できない。あ、じゃあ別なネタがいいってことですね。そうですか、そういうことですか。こんなのどうも滑らないんだっていう感じですかこれ。そういう空気ですか。わかりました、しょうがない、じゃあね、もう一個だけ滑れない話ちょっとね、今考えます。あれが滑っちゃったからな、あ、この話、これね、すごい話あるんですよ。この間、っていうか結構しばらく前なんですけど、エアコンが壊れた車はね、うちの、工場で整備やってるんですけど入ってきたんですよね。で、その時は従業員とね、2人で
エアコンが効かない車を乗ってて、すげえ暑かったんですよね、夏で。で、俺があのかっこよくこう言ったんですよ。こういう時はあれだよ、あの窓全開にしとけばあのいいんだよっつってね、お前そっちあの窓開けとけなってこう偉そうな感じで言いました。で、車で乗ってたんですね。で、ブーンって走ってたら、こっちからね、なんかブシッてあのほっぺたに当たったんですよね。なんだなんだと思って前を見たら、なんとね、あのスズメバチが顔に当たって前のあのダッシュ板のところにいて、あ、やべえスズメバチだとか言って二人でね、あのパニックになっちゃったんですよ。どうすんだよこれ、どうすんだどうすんだって感じでね。え、でもさ、これ刺されたらさ、あの多分アナフィラキシーショックとかなんかそういう感じのやつで、あの死んじゃうんだぜみたいな感じでね、あのパニックになったんですよね、運転中に。で、そうね、あれさ、あ、でもこれ一発でさ倒せばあのなんとかいけんじゃねって感じで、じゃ あのお前叩けよ叩けよって言ったんですよ。もう寝てるし。で、結局俺さ、あのあれだよ、その車から一発で倒せばあの助かる、でもあのもし倒し損ねたら完全にね、向こう敵向き出したと思って俺に襲いかかってくるじゃないですか、あの車という密室の中で。なんでちょっとね、そこはね、もうあの車からね、あの急いで止めて車から飛び降りました。どうも一般人でした。おい、何寝てんだよ、おい、お前何寝てんだよ、みんなして、なんだよこの反応のなさは。やっぱね、あれだね、あの笑いのツボがね違うんだね、これね。うるせえよ。タラゲ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